鏡かな。こんばんは。油断してた。そうだよね。ありがとう、来てくれて。かわいい流れ星ハート、キャンディー10周年、くまちゃんハート、トットイハート、ありがとう、ありがとうございます。ヤマさん、 I love you、 ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。お、サラダいいね、健康的だ。こんばんは、こんばんは。今日ね、すごくなんだかね、すごいさっきまでね、目シャッキリって感じだったんだけど、ちょっと休んでたらね、すごい睡魔が来てしまってすんごいなんかちょっとのんびりな、目開かないかもなんだけど、まあ口は達者だからいっぱい話しちゃうね。けんちゃん、ありがとう、10周年ありがとうございます。嬉しい。今日もね、全然早起きのねつもりはなかったけど、気づいたら6時に起きてた。早起きだった。そう、そっからね、1回目覚めたらもう自分がさ、体温あんま高くないからさ、もう布団寒くて、あんまね、二度寝がね、できたはできたけどあんまりできなかったっていう。ハート10周年ありがとう、ありがとうございます。キャンディーもありがとう。そう、6時にね目覚めた。耳はどっか行っちゃったな耳どっか行っちゃったですね、行っちゃいましたね。そうね、6時に起きて二度寝して、7時くらいにもう一回起きて、朝から料理作ったよ。お腹すきすぎて料理作っちゃった。くまちゃん、ハートありがとう。キャンディーありがとう。今日左より、そうだね、確かに。そう、ハートありがとう。なんか最近ハマってる、なんかリゾットみたいなのを作りました。簡単リゾット、一ギあるから6時起きか、すごい、明日頑張れ。ああ、23時と思ってたよね。そうだよね、ありがとう、来てくれて。そう、ちょっと早めちゃった。ハート10周年ありがとう。こんばんは。あ、また来てくださっているよね。サッカーボールついてた気がする、ありがとう。エビのビスクじゃないよ。そう、トマトリゾットみたいな最近作ってる。ハート流れ星ありがとう、ありがとうございます。お疲れ、ありがとう。すごい、昨日から皆さん名前書いてないでしょ。ワンとかニャンとかいっぱいいらっしゃって、かわいいかわいい。しげちさん、ありがとう。 I love you、 ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。はじめましてが対面でもいいのかなって、もちろんですよ、嬉しい、ありがとう。はじめましてしたいって思っていただけていることがとても嬉しいです。おもちさん、ありがとう。 I love you、 ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。かわいい、ハートありがとう。久しぶりになって申し訳ないです。全然だよ、ありがとう。嬉しい、また会いに来てくれてありがとう。こんばんは、ハート流れ星ありがとう。こんばんは。ね、キティちゃんの誕生日みたい、ツイッターでね、見て、メンバーもね、投稿してて。キティちゃん、私もね、キティちゃんとセーラームーンのコラボキーホルダーをね、いつもつけてますから。濃いね。告知のおかげで忘れずに申し込んだ、ありがとう、嬉しい。今ね、オンラインイベントとか対面のイベントとか受付中ですので、ぜひぜひお待ちしております。
あと10周年ありがとう。こんばんは、こんばんは。まあ寝そうですって起きてって言いたいけど、私もねすんごいなんか急に睡魔来ちゃって、今すごいね睡魔来ちゃってるお洋服めっちゃ暑い、なんだかね、暖かい通り越して暑い。今日なんか一日中まくってた、腕暑すぎて。くるぼし、あめちゃんありがとう。対面ありがとう。いっぱい会えるの楽しみだね。明日はねお昼ごろできたらいいなと思います。配信はね、対面の追加取りますよね。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。明日暑いの？ねえ、11月だよ。本当に11月か？ねえ。11月なのかってくらい。前髪切らなきゃ。もうなんかすごい、この間切ったのがさ、まだ切れてなかったみたいで、すごい巻いてるんだよね、今日。こんばんは、こんばんは。あ、そう、ライト消したらすごい眠そうな顔になったからライトつけよう10周年欲しい、ありがとう、ありがとうございます。リモートワーク、うおー、リモートワーク、リモートって言葉結構久しぶりに聞いたかもね。え、服装ね、今の時期困るよね。何がいいんだろうねってなるよね。明日学校昼までで、いいね、ラッキーだ、ありがとう。ぜひ見に来てね。25度27度すごい暖かいじゃないですか。10周年ありがとう。かまちゃんハートありがとう。お手紙ありがとう。一気に気温下がった時、そうだよね、今こんなにさ暖かいなんてびっくり。私こんなに暖かいのに、暖かいのに私はもうヒートテックにニットを着ていることにもびっくりびっくりですよ。お仕事頑張れない？頑張って、応援してやるよ、頑張れ、一緒に頑張ろう、頑張ろう朝夜寒いよね、わかる。キャンディー音符ありがとう。くまちゃんありがとう。わ、紹介してくれたの、猫ちゃん、ありがとう、嬉しい。いっぱい猫ちゃん広めてください。今日も猫ちゃんの、ね、別バージョン投稿しました。ぜひ見てください。お、お誕生日、わーい、おめでとう。では行きますよ。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアシュウセイくん、おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。シュウセイくんよろしくね、いつもありがとう、おめでとうございます。おめでとう、素敵な一年になりますように。嬉しい、お祝いできて嬉しいです。おめでとう、コメントもありがとう。あなたもありがとうございます、ありがとう。誕生日ね、嬉しい。11月1日生まれなんですね、おめでとうだ。皆様ありがとう。こんばんは、こんばんはね、わあ、おめでとう。で、見失ってしまった。わっ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアポーさん、ハッピーバースデートゥーユー、
たおめでとう、おめでとうございます。いつもありがとう。10周年ありがとう、おめでとうございます。おめでとう。先週なんだね、おめでとう嬉しい、よかったね、ございましたらね。みんなもありがとうございます。皆さんも花束10周年ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今日はちょっとのんびりめソング歌ったねそう、上達してらっしゃる、あら嬉しいでございますよ。やった、くまちゃんありがとう、10周年ありがとう。就職で緊張してる、就職したら話し会とかも行ってみたいって、あらすごい、頑張れ。就職活動ってね、なんか私はさ経験したことないけど、すごい話を聞く限りやっぱすごくね大変そうというか、すごいやらなきゃいけないこととかもいっぱいあると思うし、緊張もすごいしね、すると思うけど、頑張ってね、応援してます、応援してる。今日はイヤリングつけてます、こっちもつけてます。今日も君の夢を見たんだ、聞きました、あら嬉しい、歌詞もいいしかなり刺さりましたって、ありがとうございます、どうもありがとうございます、嬉しい、実際聞いてくださってありがとうございます。私の全部のね歌詞好きなんだけど、特に好きなところは美しい2番なんですけど、の B メロ、美しい世界に紛れて悔し涙空に散ってきらめくのところがね特に好きな歌詞ですすごい素敵じゃない、悔し涙もさ、美しい空に紛れるくらいにきらめいて、こうなんだ、すごいやっぱこう悔し涙もいいことあるよみたいな、なんかすごいなんだね、きっといいことを将来的にはよみたいな、なんかそういうすごくね遠くを見て考えた時にすごくね、今は辛いことがあったとしてもね、なんかきっとその先にはね輝く何かがあるよみたいなのをすごくね伝えていただけてるような気がして、すごくねここの歌詞大好きです。悔し涙はいっぱいあるよ、あるよ噛めば噛むほど味する噛むみたい、でもね本当にね聞けば聞くほど歌詞が響くという楽曲ばかりですよね、ニアジョイの曲は。うんうん、嬉しい。お、ゆうかちゃん推しのこと、ジュリー推しのこと、ジュリちゃん推しのこと、スタバ行ってきたよって、いいね、今もう新作始まってるんでしょ、ツイッターのトレンドに上がってたお、ツーショット、お楽しみ、会いたいよ、何のポーズする嬉しい。シーメロ、今以上これ以上背中届かないで、まだ近くて、おお僕の全力受け止めてよあ、久しぶり、お無事大学合格した、おめでとう、すごい、おめでとう、すごい頑張ったね、すごいよね、だってもうね3年生になってもさ、やっぱすごい月日経ってるしさ、3年生より前になった時からこの大学とかね決めてたとしたら、もっともっとね大変だったと思うし、お疲れ様、わーすごい、おめでとう、嬉しい、幸せなご報告だ、ありがとう、おめでとうすぎるよ、
いっぱい。じゃあもうあれだね、まあ合格してまだね、こう多分まだ勉強とかもさもちろんあると思うけど、とりあえずいっぱい楽しもうね、頑張った分もうはっちゃけちゃおう、無理のない程度にね花束10周年ハートありがとう、流れ星ありがとう。カジックさん、はじめまして、村山由佳です、よろしくお願いします。お願いします。ツイッター高かったけどずっと我慢してたのってガチ泣きしてる。でお疲れ様だよ、本当にすごい。こうやってさ何かを我慢してまでさこう何かをやり遂げるっていうの本当にすごいかっこいい。すごい、おめでとう。ああ嬉しい、なんか私も嬉しい。おめでとう、すごいよ。いやーすごいよ、やっぱねこうね人生の分岐点みたいなの立ってたと思うからね、すごい。お疲れ様こんばんは、こんばんは。ミクタブロッコリーさん、よろしくお願いします。ね、頑張れるってすごい、うん、すごい。お疲れ、ありがとうございます。お疲れだね、頑張った。伊藤ちゃんありがとう、頑張った。なちちゃんお疲れ様さんで今日友達が合格発表の合格でちゃんと合格してて拍手が多い日だと。おお、高校3年生なんだ。そっかそっか、今ね多分受験とかでね、こうクラスのみんなもう合格発表の子もいるのか、11月だったらね。嬉しいね、拍手いっぱいで。私もあったな、そんな時期が。いいね、みんなやっぱさこうさ受験の時とかの雰囲気ってさすごい 特別というか、なんかまたさクラスが一致団結する瞬間みたいなのがあったりするじゃん。みんなでさこう拍手とかできたらなんか嬉しいよね。皆さんありがとうって、こちらこそだよ、本当に覚えてくれてると思ってなくて。覚えてるよ、覚えて当たり前じゃんすごいよ、頑張って、お疲れ様。覚えてるに決まってるでしょ、忘れないの。拍手ありがとう。雰囲気好き、よかった、ありがとう。皆さんのおかげですからね、この雰囲気作りというものは。私はあの皆さんのコメントを読んでお話ししてるっていう形だからね。来年受験を頑張れ頑張れ。受験って緊張するよね、受験期抜けたらさもちろんさなんかこう幸せが待ってるけどさ、やっぱ受験の時ってさなんでこんなにも勉強しないといけないのって なっちゃうと思うけど、乗り越えたらねきっとやっぱこう自分の行きたいって思えるとことかあったりすると嬉しいからね。そう、皆さん頑張っててすごい受験して辛いけど絶対記憶に残るから。そうそうそう、それだよね、うんうん、嬉しい、うん、わあ、ゆかちゃんも大好きって、大好きだよ。皆さん頑張ってるから私も頑張ろうって思える、それはねはもうね私もだよ、本当にね皆さんのおかげで私はね頑張れてますから、うんうん。明日からテスト期間、おお、そうかそうか、なんか学生ってさテスト期間一瞬で来ない、休む暇もなく一瞬で来るよね、謎だよね本当に。あんなするってぐらいすぐじゃんね。テスト帰ってきて1ヶ月後テスト期間とかさざらにあるよね、特に秋学期とかね、ね、あるよね。そうそうそう、うんうん、そうだよ。ちょっと元気出た、よかった、みんな元気出してこう、元気で。ティアさんありがとう、クマありがとうございます、嬉しい、ありがとう。うんうん、テスト1週間前からのね、いやめっちゃわかる。テスト1週間前さ授業も進みながらさ初めの方にやった授業をさ思い出しつつで、私いつもなんか頭こんがらがってた。結局最終日と前日本気出すみたいな人だったからね、受験はそうはいかないからねだよね。そう、来
来週就職試験です、福岡から東京に飛びまして頑張れー、すごい緊張するよね、福岡から東京に飛ぶって。なんか私もオーディションの時そうだったから、なんか物は違えどすごくなんかこの緊張の感じとかそわそわな感じがすごい なんか久しぶりに思い出しますね。うんうん、もう一度味わいたい。うおーすごいじゃん、私はもう嫌面接とかもさ、筆記とかも全部怖い、なんかこう緊張でさ、なんか本領発揮できてるかどうか分かんないよね。しかもさ、いつものさテストだったら答え合わせあるけどさ、受験の時って答え合わせないじゃん。そうね、10周年パチパチオープン、ありがとう、ありがとうございます。手震えすぎてた、震えるよね、緊張するよね、面接って ね難しいよね。面接は私がそのなんかなんだろうな、ね、わかんないけど、なんかいろんなそのオーディションのなんだ映像とか見て思ったのは、なんかこう面接って人がさ試験するわけじゃないですか。テストとかだったらさ点数とかになるけど、人があの面接はね、人がこうなんだこう採点じゃないけどさ、そういうのするわけだから、やっぱこうその方のそのね印象に残るっていうことが大事なのかなって思いながら、印象に残ろうって意識しながらね、私はねオーディションしましたね。私はニアジョイのオーディションはなんかその印象に残ろう意識しすぎてなんかちょっと昔のドキュメンタリーとか見たら、あのすごいあの冬の時期なのに半袖短パンみたいなね、ちょっとすごい人がちょっと紛れ込んでるんですけど、実際ねその半袖短パンが効果があったかどうかちょっとわかんないですけど、もうできるだけそのね、どうしたらこのだって30秒とかわかんないけど1分とか30秒とかで人生が左右されるって考えたら印象に残りたいと思ってね、そうヒートテック着なかった。でもねすごいモコモコのダウンを着てたよ、本番直前までは着てた、待機してる時はさすがにね、印象残るかなそうそう、寒かったけどね、さすがにね。2月の対面で初めまして、嬉しい、やったね、ありがとう、楽しみに待ってるね、ありがとう、くまちゃんありがとう、嬉しい。ドキュメンタリーこっそり見てください私は恥ずかしくて見れない。うんうん、今日昼休憩でドキュメンタリー見ててうるうるしてたって、嬉しい、ありがとうございます。おドキュメンタリー、私はさすごい合宿とか、まあ、お披露目とかの映像とかもまあね、その当初出てすぐとか見てたけど、あの時はさもう自分は自分すぎて、なんかそのこう泣きポイントみたいな多分あると思うんですけど、多分わかんないので、私は、まあ、自分では自分のことが分からなくて、まあ、確かにあの時はこうだったなとかそういうのは思うけど、なんか見方がもう全然違うくなっちゃって、そうねえ、そうドキュメンタリーがねあるんですよ、ニアリーコールジョイの公式 YouTube のほんと一番初めの投稿らへん、エピソード0からかな、0、1、1.5、2、3、4とかてん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 ってあると思います、ぜひ見てください。古い順にすると、そうだね、古い順にすると出てくると思います。何個ぐらいあるのかな、5個、もっとあるかな、あると思います、かなり。すごいね、ありがたいですね、すごい。だってドキュメンタリーってさすごいと思うの、合宿なんてさ2日間3日間かな、ずー
ずっとカメラ回りっぱなしでさ、そのねもう何十時間っていう素材からさこうピックアップしていってるわけですよ。でちゃんとね物語というかなんだその時系列とかも合ってるし、こうね並べるって、あそうそう、うん、か編集にね、そういや本当にいや絶対ねなんかこうすごいなって思うんですよ。そっち側、あうんそっち側そうこうさすごいなんかこの3日間とかをさキュッてまとめてさこうポイントポイントでさ編集してくださってさ、もうずっと回してくださってるのもうんすごいありがたいですよね。ハートありがとう。気は張ってたんじゃないかな、やっぱりまだみんなとも出会ってそんなにもう月日が経っているわけではないし、今合宿するのとその昔の合宿では全然違うものになっていると思います。あたありがとう、ありがとうございます。そうそうそう、初めの方はカメラ意識してたけど、なんか後半っていうかまあ初日の後半からだけどね、カメラなんて意識してるような暇がないかったので、なんかもうメイクなんてみんな落ちてるしみたいな。最近そのみんなさその、まあ、私はだけどさすっぴん配信とか私はあんまりしないし、他のみんなとかもできるだけこう、ね、メイクとかもしている中でなんかこう今こう整えてるけど、みんなでたまに言うのがもうドキュメンタリーですっぴん映ってるからなとかってたまにみんなでねわらわらわらってこうなったりする。ドキュメンタリーでねでも結局映っちゃってるからなんかもうユニは晒してるもんなとかみんなで言いながらね、そうそう懐かしい話をしますよたまには。そうそううんうんうん、10周年ハートありがとう、ありがとうございます。星もキャンディーもありがとう、ありがとうございますね、うんうんうん、メイクの場面印象的は嬉しい、ありがとうございます。私のお気に入りポイントはイコノイジョイのリハーサルのところのドキュメンタリーで、みつきとなんか明日かな、明日頑張りますえいえいおーっていうところがあるんだけど、おーっとえいえいおー派手で分かれて2回目すると逆になって、そうで3回目とかでやっと揃ったみたいな、あれね私もなんかたまにねなんか見て笑っちゃう、すごいなんかキャッキャしてるキャッキャしてるからね、なんか面白いなって客観的に見て面白いなって思いながら何やってんだろうって思いながらね、なんか懐かしくて好きですそうそうキャッキャしてますよ、ハートありがとう。最後は揃ってハイタッチ。みつきとの出会いはメイクのドキュメンタリーメイクレッスンみたいなが初めてですね。初めまして、私はみつきのことを第一印象ショールーム審査ね、お互いこう顔出しでしてた同士なんだけど、あのもうタコのたこ焼きのかぶり物タコかぶり物をしてる子っていう印象が強すぎてすんごいねタコの子イメージだったんだけど、ココさんこんばんは、よろしくお願いします。そうそうそう、なんか後で聞いたらなんかなんだっけな、なんか大阪出身だしなんか家にあったって言ってました。友達となんかすごいなんかたまたま買っててお揃いか何かでなんか買っててみたいな、家にあったって言ってましたすごいそう印象もう超印象残ってる。タコかぶったら配信そんなさ毎日とかじゃないんだけど、
印象残ってるね。他のみんなの第一印象もね、結構今と違かったりする子もいるし、うんうんうん、面白いよね。そう、みーちゃんタコの子可愛かったよ、めっちゃ可愛いよ。幼いね、今よりね、みんなだけどね。お、次の配信もありがとう。体育走りか、お疲れ様。いっぱい動いてる。今ぐらいが一番あれかな、ちょうどいい運動のあれなのかな。ジュリーの配信もね、見れてた時はねちょっと覗いてたりはしたけど、私とすごい配信時間かぶってたから、私のなんかタイミングでジュリーも一緒に休憩のタイミングだったりして、あんまりねかなんかこう見れるタイミングがなかったから、お互い多分ね見てなかったと思う。そうそうそう、あんまりね、なんとなくは知ってたけど。そうそうそう、阿部ちゃんありがとう。福岡だったら何のかぶりも、いちご、明太子とかかな、いちごかな。ゆかちゃんいつでも配信してたイメージ。そう、たまたまねタイミングが良くてですね、あのオーディションのその週があの高校3年生だったし、学校がそもそも出校日っていうものでちょっとずつこう学校に行く感じだったんだけど、ちょうどねなんかすごいちょうどなんかこう結構な休みの期間だったから長く配信できたっていうのはある。みんな後からさこう懐かし話とかしてると、やっぱ学校終わりとか部活終わりに配信開いてとかしてるから、すごいねヘトヘトな状態でもね配信してたりして すごいよね。私は一日中お家にいて、一日中その日の夜の企画のものを書き書きとかっていう毎日を2週間続けてました。そう、明太子ゆかちゃん絶対かよ。ありがとう。明太子のかぶり物ってどんな感じなんだろうね。広島の山ちゃんありがとう。くまーんありがとうございます。ありがとう。阿部ちゃんありがとう。エモい。エモいね。なんかねオーディションってエモいよね。オーディション私誰とも会ってないのね。福岡の会場だったっていうのもあって、今のメンバーのことは誰とも会ってなくて、最終審査は結構近くにみんないたみたい。アリスも近かったみたいだし、あゆみも近かったみたいだし、あと誰だろうな、2人はね近かったらしいっていうことを覚えてる。そう、結構みんな近かったらしい。そうそうそう、そう、福岡の審査の時もはうん、あゆみんは覚えてない。多分そんなに周りを見れていないというのもあると思う。福岡の会場でもね、そうなんですよ、うんうんうん、一次審査、二次審査か、二次審査の好きはあんまり映像出てないよね。二次審査ね、コノアが映ってたよね、あのなんかドキュメンタリーか何かで、あのなんかテストで学年1位を取ってみたいなっていうのを、多分あれ二次審査なんじゃないかなと思いながら、わかんないわかんないけどね。そう、すごいよね、わかんない、一次審査、あ違う違う、最終審査なのかもしれない、それちょっと定かではないですけど。タコさんありがとう。タコありがとうございます。緊張しちゃうね、緊張するよね。そう、10周年ありがとう。ハートありがとう、ありがとうございます。うんうんうん、コノアね
まあいいですよ。大好きです。ありがとう。嬉しい。オーディションね。ショールームオーディションの一番の思い出。一番の思い出。いやもう毎日毎日いろいろな企画をして、その中で皆さんのことを知ったりしたし、うん、毎日かな。そう。うんうんうん。ありがとう。懐かしいね。これからもずっと押しますって、ありがとう、嬉しい。これからどん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 仲良くなりたいです。よろしくお願いします。ありがとう。あら、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。私も点数を取ってた時だってあるんだよ。もうね、記憶から全部なくなっていますけどね。じゃあ漬けでもね、点数は取れてたんだから。あら、ありがとう。これからたくさん愛届けるって、ありがとう。待ってる。じゃあもう待つ姿勢でる、待ってる。なんか学力テストノリノリだな。ねえ、ノリノリな子なんているの、学力テストに。信じられないんだけど。なる方がノリノリなのさ。私が全否定させていただきたい。ノリノリなの、なんで、なんで、なんで。私絶対反対派なんだけど。ニワチュー学力テスト。やだよ、ぜひ否定させてください。びっくりじゃん。いやもうね、いや、テスト系でいいなと思うのは、なんだろうな、テスト系で家庭科とかだったらいいけどね。家庭科だったらまあまあいいよって。これは何切りでしょうとかね。他多分得意分野ないと思う。はた、ありがとう。ゆかちゃんって多分頭良さそうなイメージあるから大変だね。え、大変だよ。どっちだろうね、私って。いやー、私はね、もう過去の栄光が過ぎるよねっていう、わーって感じ。そう。そうそう、美術のね、テストね、すっごいね、点もうね、結構もうほぼ満点に等しかったのに、てかなんか問題に書いてある答えは全部分かったのよ。もうそろそろ解けると思ったら、なんかどっかで記号一個ずれてて10点ぐらい落としたっていう。惜しい。まあ、他はねすごいもう超高得点きましたよ。そう、ずれちゃった。105点、すごい。105点とかあるの、加点入ってるやん。何これ、めっちゃ字綺麗とかそういう加点、どういう加点、すごいね。ビブラート加点すごいな。すごい仲良ししてる。あと、アメちゃんありがとう。ありがとうございます。そうそうそう、最低ミスで全員5点増えての105点、すごい。そんなことあるんだ。最低ミス、あ、ここ10点問題じゃないのに10点丸しちゃったみたいなってことか。先生もね、疲れてるからね、よね。先
だって絶対丸つけ大変だよ。テストの問題作るのも絶対大変。普通の授業ですらさ、授業の進め方ってどういう計画をしてるのってぐらいにさ、すごいじゃないですか。先生たちってめっちゃ計画的じゃん。いや本当にすごいと思う。先生って絶対大変教えるのって難しいよね。うん、難しそう。早口なってた先生褒め褒め大会ね。AI が丸付けしてんの？すごいじゃん。近未来的。すごい。時代が変わるね。採点に憧れてた。私丸をね、こっちで書くか、こっちで書くかね、研究してた。計算ドリルとかの時。こっちの行は、こっちの、こういう丸回転で、反対側は、こっちの丸回転で、どっちが綺麗かな。マークシートなんだ。すごい。そうなんだ。そうなの。私ね、マークシートの授業1個くらいしかなかったよ。授業というか教科1個くらいしかなくて、他はもう先生の手書きで丸付けだった。バイトとかあるの？すごい。なんか一つの夢叶いそうだね。こうシャッシャッってね。そうそう、それこそ。私はね、運動系が右かな。他は結構左かな。そう。だるまありがとう。そう、運動系は右。ボール投げるのも、ボール投げるのを右で習ったから、多分他のが結構運動は右っていうあれになっちゃった、なっちゃっているんだと思います。脳が。どっちもできるのもある。バドミントンとかどっちもできる。右でも左でもできる。だから疲れたら左で持ち帰ってとかは全然してる。あ、体力測定はいいよ。私どんな結果であれば結構ノリノリだと思う。うん、年齢いいとか悪いとか関係なく運動好きだからノリ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 ですね。スケボードとかはどっちが前？左足が前？あんま乗ったことないけど、スケボー乗れたことないけど左足が前かな。シャトルランは、うん、まあまあまあ、そういうもんね、なかなかないからね。キックボードだった。キックボードは左でキックする派だった基本はね。キックボード大好きだった。二重跳びできるよ。うんうんうん。あ、難しいね。確かにね、反復横跳びの意味がわからん確かにあれって何の体力測定なんだろうね。瞬発力、なんかこう反射的な、そういう感じなのかな。私反復横跳びと、なんだ、腹筋結構得意だった。瞬発力か。そうそう、楽しかった。うんうん。ケンケンパーどっちなしマニアックなとこつきますね。わかんないんだけど。わかんない。どっちでもできそうな気がする。あ、状態なくした。そうそうそう、状態起こし、ね、結構得意だったよ。ウインクはね、右閉じ、こっち。握力がヘボすぎて終わり。あ、私もね、握力はもうなんか全然よ。もう毎年変わらない記録、19から21ぐらいの間打って、どっちも何年間も変わってない。何年も変わらずずっとそんぐらいですよ。こんばんは、こんばんは。そう、だいたい20くらい。どっちも、どっちが強いとかも特になく、まあ1キロぐらい違うけど、そんくらい。握力さ、すごいこうめっちゃあるわけじゃないのね。だからこう自分でキュッてしても、こう力がなんかうまくどう入れたらいいか分かんなくて、もぞもぞする。わかります？クッて、
ね、20ってどのくらいだろう。確かに分かんない。こ、ね、こう もぞもぞするんだよね、こう。22以上出たことない。多分最高22か21かだって終わってる。流れ星かわいい、ありがとう、ありがとうございます。ひじもあげちゃダメなんだったっけ。そうだったかも。もぞもぞ分かっちゃう、よかった。そう、もぞもぞしちゃうんだよね、こう。なんか自分も思うように言ってないみたいな。でももうこれ以上力入んないみたいなね。そうそうそう、難しいよね。握力測定、叫んだ方が力入りそう。確かに、どうなんだろう。測る時の声のでかさ。まさかのデシベルも持っていかなきゃだよ。一回で2個測れるね。そう、20何メートルか、22とかは言ってたと思う。2345その辺。ビブラート加点、加点でいっぱい入れちゃおう。筋肉質なのに握力低い人か。あ、そうなんだ。筋肉質とはまた違うのかな、そういうなんか仕込みが。レグラさん、ありがとう。 I love you。 ありがとうございます、ありがとう。プールすぎってコメント、もうこれ、これからも、これね、これまでもこれからも今日だけだと思うぐらいなレアなコメントだね。プールすぎってないよ多分。こんばんは、こんばんは。立ち幅跳び、あー、砂の上にわーっていくやつか。私何メートルだろう、なんか標準も分かんなけりゃどんくらいかも全く覚えてない。平均がどんくらいだったのかも全く覚えてないな。マイク持ってる方だけ握力強くなるとか、どうだろうね。マイク持った年になって握力を測っていない気がする。もう覚えてないな。ありがとう、だるま、ありがとうございます。うん、バランスいいやろ、ありがとうございます。立ち幅跳び、アマットのやつだっけ。私砂の上に飛んでた気がする。あ、バスケでね。あー、確かにバスケね、授業とかでしかしたことないな。たまに公園とかでしてたけどね。うんうん、まあマイク持って踊ってるとこっちのこ、あ、私はだいたい左で持つことが多いので、ミュージは右手のここら辺はちょっと筋肉ついてたんじゃないかなとは思う。こうこの辺で動かすからね。そう、どうだろうね。マットでしたっけな、あんまり覚えてないな。覚えてないですね。あ、手ついてね、あるあるだね。手ついちゃうよね。1メートル走何秒だったっけな。私全然なんかね、多分あんま記録気にしてなかったんだと思う。本当になんか結構平均なんじゃない、全く覚えてないんだけど。平均が何秒台かも分かんないから、何秒台かも分かんない。 8.8 秒台は言ってたと思う。言ってた時もあるし、私運動神経が一番良かったの多分中学1年生とかぐらいなのね。そっからあの劣化、もうすでにもう劣化してってるから、退化かしてってるので、中学校の時とかは
そう、何秒台だったかな、8秒台7秒台どうだろうね、ちょっと全く覚えてないんだけど、まああったのよ。もう高校3年生、まあ、3年生で測ったかな、高校1年生かな忘れちゃったけど、高校3年生かな、多分3年生で測った時あの9秒台にまで落ちてた確実に1秒は落ちてる、うんもうね、なんか足の筋肉がねもうね回んないんだよ、もうね足をこうやって回転させる筋力がねないから、次の日とかもめっちゃ筋肉痛だったし、もうね思うように体が動かないんですよ私は。そう今やったら多分もう10秒台いってると思うよ本当に。ダンスはやっててもなんかダンスで使う筋肉と走る筋肉でも違いすぎて、もうね体が追いつかないですよ。うん、昔はね8秒とかなんかそんぐらいだったよ多分ね。運動会早かった？まだ？あ、でもフライングしてんだよ、出た、そうそうそう、きっとフライングしたからねちょっと早かったっていうところあるね。フライングしてあやばいと思って止まったから、結果的にはね多分そんな早い方ではないんですけど、あれフライングしなかったらあのどんな順位だったんだろうね私は今までそのなんでフライングしたかと言いましたね、まあ、フライングが良くないことなのであの本当にごめんなさいなんですけど、私もあの悪気があってフライングをしたわけではなくて、あの今まで小中高、うん、高校はちょっとあんまり覚えてないけど小中は中学校の時はあの位置についてよーいどんどんこのリズムだったんですよ。もう絶対にもう先生がそのリズムだったの。だからもう位置について用意の時にはもう走り出したらドンになるから、あの結構あのジャストタイムで生きてたのね、スタート切れてたのだけど、結構こうタッ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 って走れてたんだけど、慣れない環境だと言い訳してみたい、そう慣れない環境だとね、もう位置についてよーいどんどんもうドンの時にはもうすんごいびっくりするほどね、足が一人だけ出てしまっていて、この同じレーンの 誰よりも早いドンを切ってしまって、そうフライングしてた、気づいたらフライングしてることにあフライングしてると思って、時が 1,2 秒止まりまして、再度スタートダッシュをしましたね。そうそうそう、ギリギリを攻めてて今まで成功してたから今まで通りに位置について用意どんどん自分なりのタイミングでやったら、まあ、反響とかはねあったしね、あんな広い会場でねさせていただいて、もうね気づいてた時にはフライングしてました、びっくり終わったことです、うん、です、終わったことですゆうかちゃんの足が悪い結局ゆうかちゃんなんですよ、結局ゆうかちゃんなんだ、うんうん、まあね楽しかったので OK です、順位はともかく楽しかったので OK です。騎馬戦ね保育園生の時しかしたことないんだよね、覚えてないのからあんまり、うんうんうんそう保育園生でした気がする、え気のせいかな、じゃあ気のせいかも、夢かも、保育園でしないだったら夢私はちょっと、ね、あんまり覚えてない、うんあんまり覚えてないよね、うんおはよう、うん、おはよう夢かな、おはよう現実、今日現実よ、現実です。うん保育園生の時何したかな、何したかな、何した、旗とかしたね、ピッピッピーみたいな、ピッピッピーみたいな、あとなんかあれ丸犬のねさこうみんなにこう端を持ってこう歩いて最後ファッってして丸い布の中にみんな入ってなんかキノコみたいになるっていう、ドームみたいになるっていう中に入るやつ、そう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 、パラバルーンかな、
多分そんな感じの、あれめっちゃ楽しいの、中に入ったこう空気が入ってすごいテントみたいになるんですよ、みんなの力で。ついたくさん、くまちゃんありがとう、くまありがとうございます。そう、風呂敷みたいな、そうカラフルな布で丸のね、大きな布、本当に結構トラック、まあまあトラックにもいるか、まあ結構大きな布に、もう保育園の何人か、何十人、30人40人くらい、みんなこう持って角を端っこ持つんですよ。でこういう感じでこうこうやって歩いたり、上にしたり下にしたり、なみなみにしたり、こう反対回、はい、反対回転してみたりみたいな。それでフィナーレはこうバタバタバタってして、上に上げて今度こう自分がそのもう布の中に入るんですよ。そしたらなんか空気が入って布の中に空洞ができるんですね。それでこう綺麗ななんかドームみたいな形にふわってこうなって、で終わり。ちょっとずーっとねこう空気を抜けないようにこうでみんなでこうやって頑張るんですけど、まあね、そんな力もないからさ、勝ちとか負けとかないのよ。これみんなであのなんかダンスみたいな、そんな感じでみんなで集団演技みたいな感じだったよ。そうそうそう、楽しいです。1ミリもかすらなかった、あら、すごい楽しいのよ。ぜひね、あのパラバルーン調べてみてください。あるのよ、ジェネギャ、ジェネギャ。 YouTube のプールの記憶しかない。プール楽しかった。プールのさ中にさ浮き輪じゃなくてフラフープみたいな置いてあって、ここくぐりましょうみたいな、くぐるっていうね、懐かしい。私は結構身長低かったので、前から基本3番目とかだったの、だから結構背の順で低い子から順番にだったから、結構初めの方でこうわーやってて楽しかった。お手本、お手本の次みたいな感じで、えどんな感じなのワクワクみたいな、みんなの感想を聞く前に結構言ってる感じだったから楽しかったですね。まあ、どの順番でもね、プールは楽しいんだけどね。すごい、スイーツありがとう、タコさんありがとう、ありがとうございます。あとなんだ、保育園生の時は何した、何したかな。お昼寝したね、砂遊びもしたね。買い物ごっこみたいなのした、私。ホールみたいなところで年長さん年中さん年少さんで一人ずつで3人で一組みたいな感じで、ホールみたいなところに出店する側とお買い物する側、お客さん側でどっちもなんかこうしましたね。実際その売るものの商品とかを前な、まあ事前にね、そう作るんですよ。なんだったかな、クリスマスツリーみたいな、あの松ぼっくりのクリスマスツリーとか、スポンジで作ったなんたらとか、紙コップで作ったけん玉だったかな、なんかそういうのとか、なんかいろいろなってね、面白かったですよ。どんぐりのごま、そうそうそう、そんなのそんなので、1個だけ本当のお菓子があるっていう、それはみんな買えるよみたいな、それがデザートだよみたいな、今日のスイーツだよみたいな、そんな感じだった。お菓子かスイーツか忘れちゃったけど、一個だけ本物の食べれるものがある、超楽しいよ。偽物、基本偽物の、偽物というか偽物だね、うん、作り物のね、なんかこう他のそのなんか前もね、その当日より前に前々から作ってたなんか工作を売って買ってみたいな。節分の鬼はもう激コアだった。もう超泣いてた、もう意味わかんないぐらい泣いてて、なんかね今見たら多分ほんとそんなリアルじゃないかもなんだけど、もう当時はもうリアルすぎて、
もうバゲモンやーみたいな思ってたから、ほんとにもうもうドキャーみたいな、キャーみたいな言って、こういう時もホールでね集まって、私は年長さんクラスの時とかホールで集まって、もう今考えたらちょっと謎だよね、ホールに集まった時点で鬼来るやんみたいな感じなんだけど、急に鬼来てキャーみたいな、みんな角っこにね、ホールの角っこに集まるんですよ。で角のさ、なんだろう、角っこがあるじゃんホールの、こういうね角っこがあって、こうみんながこう集まって集まって、ここの子とかめっちゃいいじゃん、もうみんながどんどん集まっているから壁が分厚くなるけど、私一回ここになったの、壁のもうみんなのこう集まる壁の一番前、もう目の前鬼さんですみたいな、今日もとんでもなく怖かったね、もうね最悪よ、もうなんかめっちゃ怖がらせる系の結構リアルな鬼さんでしたよ。鬼最善取っちゃった、いただいちゃいましたよ、超怖かったねえ怖いよね。そうそう、お共感嬉しい、同じ保育園だったもしかしてあとはクリスマス会のサンタ、サンタさん怖くはなかったかも、サンタさんは来てたかも、どうだったかも忘れちゃったけど、クリスマスは楽しいね、すごいすごい楽しかったよ、やっぱり給食が豪華だし、給食室の前とかすごいね、クリスマス近くになるとねイルミネーションされてるのよ、なんかソリに乗ったサンタさんとプレゼントとトナカイみたいな、トナカイ3頭くらいね、そうそうそう、毎回給食を返しに行くときに可愛いなって思いながら、なんか給食室の前通るの好きだった、ハロウィンじゃなくてクリスマスの時期は。ケーキ、どうだったかな、あんまり覚えてないな、食べてたのかもしれない、豪華だったのは覚えてる、そうそうそう、怒られたこと石鹸使いすぎたかわいい、私も先生があの水道のね掃除をしてる時に、私が食べるの遅かったから水道の掃除をしてる時に、食べるの遅い組が水道使ってるところ、もう掃除し終わったところで歯磨きをしようとして、こういう時は一声かけるんだよっていうのを教えてもらいましたね。その時が保育園の中ではそう一番怖かったかも、今となったら可愛いよね、教えは生きてる生きてる洗ってある水道は何も言わずに水は使わない、一声かけるって覚えてます、今でも覚えてます、でもその先生すごい大好きだったから全然、ね、今となったらあれなんだけど、当時はねやっぱ先生って怖くなるよね、怖く見えちゃうよね、そうそうお1時間走ってる、おおすごい、気づけば1時間、25分だったら誕生日してもいいですか、あ一緒だね、電話今日も冷めたよ、シャッキリだそうそう、短めじゃなかったね、あよかった、私ももうね短くしか配信できないと思ってたから長くできてよかったです、養保育園の先生覚えてますよ、覚えてる、私が中学校2年生の職場体験に行った時も保育園の先生が私のことを覚えてくれてたりしてめっちゃ嬉しいですね、私のお兄ちゃんなんか保育園の先生から今でも年賀状なんか届いてやり取りしてるみたいで、すごいよね、すごくない、すごくない、すごくすごすぎんすごすぎんさすがにすごい、うんうん、保育士だけどやっぱりみんな覚えてるもんらしいよって、っそうなんだろうね、すごいですよね、こんなねすごい、あもう十何年前の15年くらい言い過ぎ前のね12年くらいか7歳、
7歳じゃないな私、卒園は5歳もしかして、ほぼ5歳、6歳2ヶ月ってことか。私卒園してるの6歳2ヶ月なんだ、1ヶ月か、3月だからね。バラ10周年ありがとう、ありがとうございます。すごい、早生まれって計算にバグが起きるよね。多分3月生まれの子とかさ、全然なんか5歳で卒園？うん。なんてありえるよね。あ、ありがとう。待ってリリアンちゃんありがとう。タワーありがとう。今日来てくれて嬉しいよ。ありがとうございます。嬉しい。コモちゃんパフェ。ありがとうリリアンちゃん。嬉しい。嬉しい。アバターは村山優香じゃないかい、嬉しい、ありがとう。優香ちゃんに今日ポストした画像を見てくれてて本当に嬉しかった。ああありがとう、こじるかさだよ本当に。でもね、ちゃんとなんだポスト ツイートのねメンションとかしてくれてるのもう全部見てるから本当にいつもありがとう、嬉しい。画像もね、お話し会の画像すごいね見てるからさ、全部保存させていただいてますよ本当に、ありがとう。これからも日程とかにが間違ってない限りは私は極力ね基本的には投稿しているので、こう私の投稿がちょっと間に合わなかったらごめんなさいってなっちゃってるんだけど、でも保存はもう 100% しているし、嬉しい。初タワーをゆかちゃんって決めてたで、ありがとう、嬉しい。だからこれからもいっぱい投稿するし、今日の写真とかもまた見返すねとで、ありがとう、嬉しい。初タワー嬉しい、そんなもうねドキ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 の中ありがとう、嬉しい。リリアちゃんいつもありがとうだよラブって、こちらこそと思って、なんか空間が空いてる、すごい。あ、ホワイトびっくりマークだ、かわいい絵文字ありがとう。リリアちゃん大好きだよ、これからもいっぱいラブ届けますね、ありがとう、嬉しい。いつもありがとう、こちらこそだよ本当に、私の方こそいつもありがとうだよ、助けてなんかいっぱいね支えてもらってるから、これからもよろしくね、ありがとう。かわいい、使う絵文字も全部かわいい。なんかもうキャッキャしちゃう私も。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。初めてが私ですごく嬉しいよ、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。通常と申し込んでみたってありがとう、嬉しい。当たるかな、私が念をかけます。ありがとう、かわいいゆうかちゃん本当かわいい、ありがとう、対面めっちゃ楽しみ、ありがとう、嬉しい。またねこう会える予定を作ってくれてることもすごく嬉しいし、これからもどんどん思い出増やせる日があるんだなって思えることがとても幸せだよ、ありがとう、嬉しい。いっぱい可愛いって言ってもらっちゃって照れちゃう。ありがとう。パフェ最後食べたのいつ、多分ツイートに残した桃のパフェかな、あれが最後かも。うん、いつだろう、夏ですね、夏食べましたね。そうそうそう、あれは空町の夏祭りみたいなのがあって、すごいタイミングたまたまあって、お夏祭りもうここがラストチャンスみたいな感じで結構滑り込みで行って食べました。桃のパフェめっちゃ美味しかった。そう、うんうん、空町で合ってる、スカイツリーのところ、空町だっけ。なんかね夏の期間さ、
私がなんかこう行きたいって思うところがすごい空町あたりにすごいいっぱいあって、で水族館行ったのって言いましたっけ。行ったんですね、水族館、空町の何水族館だっけ。そう、そこでねペンギンをねもう1時間半くらいずーっと見てた、餌やりのために。そう、餌やりを見る時間までずーっと見てた。可愛かった。私の推しペンギンずんださん、なんか赤ちゃんペンギンだったんだけど、ずんださんとあずきさん覚えてますよ。あとね2羽いましたね、赤ちゃんペンギン。もう赤ちゃんじゃないかも夏に行っただから、行っただからって言ったので、めっちゃ可愛かった。あのねここにねこう色のなんかこうついてるんだよね、こうこの色の組み合わせで何々何々みたいな。そうそう、頑張って探してました、1時間半かけて。もうねめっちゃ可愛いペンギンの写真いっぱいあんの、ポートレートで撮ったりしてねいろいろねテクニックを身につけてはない、もともとテクニックはないけど、なんかちょっと私なりに頑張ってみたみたいな。そう、あ25分過ぎちゃった、早い早い。明日は12時から配信したいと思います。お昼ですね。ペンギンね可愛いよね、可愛いのよ。ではでは、そろそろ男女見をしていきたいと思います。13位の方からです。13位もこさん、ありがとうございます。12位おちょこちゃん、ありがとうございます。11位大輝くん、ありがとうございます。10位よしきさん、ありがとうございます。9位飛行機パンさん、ありがとうございます。8位ルグルさん、ありがとうございます。7位広島の山ちゃん、ありがとうございます。6位しげちさん、ありがとうございます。5位ゆまさん、ありがとうございます。4位ついとくさん、ありがとうございます。3位おもちさん、ありがとうございます。2位ティアさん、ありがとうございます。そして1位リリアちゃん、ありがとうございます。ありがとう、タワーもありがとう、ありがとうございます。あずさん、はじめまして、ありがとう、お疲れ様でしたって見てくださってありがとうございます。あめちゃん、ありがとう、10周年ありがとう、ありがとうございます。ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また明日お昼にお会いしましょうね。12時間後だね、ほぼ待ってます。ではまたね、また明日、おやすみ、良い夢は。ありがとうございました。